胆振の白老町の養鶏場で高病原性鳥インフルエンザが確認されたことを受け、鈴木知事が現場を視察しました。今朝知事が訪れたのは対策の拠点となっている白老町の総合体育館です。町内の養鶏場で飼育されている鶏から致死率の高い高病原性鳥インフルエンザが検出されたことを受け、道の職員ら360人体制で殺処分が行われています。24時間3交代で大変厳しい状況の中で防疫措置に取り組んでいただいております。本当に心から感謝しています。知事は高病原性鳥インフルエンザが発生した養鶏場を視察しました。殺処分が始まって今日で4日目ですが、道はこの養鶏場で飼育されている鶏52万羽の殺処分が終わるには少なくともあと6日はかかるとしています。